こんにちは、パンゾーです、今日はですね、パン生地を冷蔵庫に入れた場合のお話をしてみたいと思います、タイトルは、冷蔵庫に入れたパン生地、発酵はどこからスタート、生地の状態を確認する3つのチェックポイントということでお話をしてみたいと思います。はい、冷蔵庫を使ったパン作りっていうのがね、低温発酵ではよく使われるかと思います。で、冷蔵庫を使っていくと便利に生地をね、取っておけるし、忙しい方の生活のリズムに取り入れやすいのでね、私もレッスンではおすすめをしています。で、どんな風に利用していくかっていうことで、保存をする場合と、低温発酵していく場合っていう風にね、ちょっとね大きく2つに分かれるかなとは思っているんですけれども、私もね以前パンの販売をたくさんしていた時がありまして、その時はね大量にパン生地を作るんですね。で、冷蔵庫に保存っていう感じで、作っては保存、作っては保存っていう感じで繰り返して、やっていっていました。で、イベントの仕込みはね特に大変なんですけれども、冷蔵庫のねその扉が開いてしまって、大変なことになったこともあります。で、全部ね過発酵になってしまって、悲しいことになってしまったという記憶もありますので、ぜひ注意をしていただきたいと思います。はい、それでは、本題に入りますが、冷蔵庫に入れたパン生地のね、発酵状態っていうことで、通常家庭で作る分にはねそんな数はないので心配はないと思いますが、生地の状態っていうのがねどんな感じかというと、割とね冷蔵庫に入れても発酵がね進む場合があります。夏場は特にそうですね。なので注意していただきたいんですが、まず冷蔵庫に入れて、いい生地になっているかどうかのポイントですが、ガスが溜まっているかということを見ていただきたいと思います。生地を、ね、冷蔵庫から出して、丸め直すということですね。その時に、ガスが溜まっているかで、ガスが溜まっていたらガス抜きをしていただいて、プチプチっと、ね、音がして生地の中にこう、ね、気泡ができているかということをチェックしていただけたらと思います。で、もしねガスが十分に溜まっているようであれば、そのまま次の工程に移って分割していっていただけたらいいなと思うんですが、まだガスが溜まってなくてお休みな状態だったら、そこから発酵スタートっていうことで、冷蔵庫から出していただいて、時間をかけて、発酵していくっていうことをやっていただけたらいいと思います。はい、で、次にねチェックしていただきたいのが、生地が滑らかかどうかってことですね。ガスがねある程度溜まっていると滑らかに伸びているんですけれども、ちょっとね硬いようだったら、まだそのまま、生地がね熟成していないので、室温に戻しておいて、少し発酵を促すってことをやっていただきたいと思います。そのままね、あ、なんかもう何時間経ったから大丈夫って思って、分割とかに移らないで、生地の状態で、時間じゃなくて生地の状態で、判断していただきたいと思います。はい、あとですね、重要なことなんですが、生地の香りをね、確かめていただきたいと思います。冷蔵庫から出してまずね香りを確かめるんですが、ここでね結構冷蔵庫でね発酵している場合があって、過発酵気味になっていることもねあるんですね。ちょっと時間置きすぎちゃったとか、冷蔵庫の開け閉めが頻繁な時はね温度が上がってしまうので、ちょっとねそういう場合は発酵がどんどん進んでしまうということもあります。はい、なので香りを必ず確かめてください。で、ちょっとね酸味があるような香りになったら、要注意ですね。アルコール臭とか酸味が強かったら過発酵になっている傾向がありますのでね、瞬間、例えばポリ袋とかに入れて冷蔵庫に保存する場合、ポリ袋をパッて外した時の、ね、瞬間の酸味はまだ大丈夫なんですけれども、こうねガスが溜まっているので、だけど一回抜いた後、もう一回生地の香りを確かめて、それでも酸味があるようだったら要注意です。はい、ちょっとねいい生地の状態じゃない場合がありますので、確認してみてください。はい、あとパンの生地の状態はね季節によっても
変わりますっていうことです。これもよくお話をねしているんですが、実はねそんなにうまくいくということばっかりではねないんですね。生地の状態は季節によっても変化しますので、冷蔵庫だから保存は大丈夫というわけではありません。はい、夏場はねとっても発酵しやすいですし、冬の場合は何にも起こらないでこう固くぐっと締まったまんまっていうこともありますので、よく生地の状態をね見てもらうっていうことしかないんですが、何時間経ったからとか何日置いたから大丈夫っていうことが、ないので、しっかりと、いう状態を見ていただきたいと思います。はい、では、まとめに入ります。冷蔵庫に入れたパン生地、発酵はどこからスタートするのか、生地の状態を確認する3つのチェックポイントということでお話をしました。どこからスタートかっていうのは生地の状態を見るっていうことですね。十分発酵していれば、もちろんそこからスタートしていただいていいんですが、まだ全然ダメっていうね、まだまだ、固まっていてガスも溜まってないっていう状態であれば、室温に出してそこからまた発酵させていくっていうことをやっていただきたいと思います。はい、あとは生地の状態のチェックポイントですが、ガスが溜まっているか、生地が滑らかに伸びるか、生地の香りはどうかっていうね3つのことをチェックしていただきたいと思います。はい、生地の状態を確かめながら進めていくっていうことが、大切になっていきます。経験がね必要な場合がどうしてもありますので、何回もやってみて覚えていかれたらいいかなと思います。はい、酵母作りもねパンの発酵もまあいろんなことがあるから面白いっていうのがありますので、ハプニングに会いながら楽しんでいっていただければいいかなと思います。はい、今日は冷蔵庫の生地のことについてお話をしてみました。ご参考にしていただければと思います。それでは。